会をしたいと思います。じゃあまずはひーくんから。緊張してるんだ、ドキドキする。はい、この子がひーくんと言います。ひーくん、頭に黄色い丸いものをかぶって、てっぺんには葉っぱがついているんですが、これ何の食べ物か分かりますか？梨？梨？梨ちょっと違う、でも答え出たな。ヒューガナッツ、大正解です。そうなんです、ヒューガナッツ、清滝の特産物でも皆さんご存知だと思いますが、このヒューガナッツの美味しい食べ方もう皆さん知ってますよね。皮がとっても厚いということで、この黄色い皮を薄く剥いて中の白い皮と一緒に食べるととっても美味しく食べることができます。みんなもぜひヒューガナッツ食べてみてください。ひーくん、元気な男の子です。よろしくお願いします。すごいな、ひーくん大人気だね。よかったね、かくちょっと嫉妬してるわ。女の子だよ。ちゃんとほっぺたはピンクでね、そうそうそう、かわいい仕草がとっても特徴的です。むーちゃんも大人気だ、よかったね。むーちゃん、そしてむーちゃん注目、みんなこの頭のてっぺんのこの木、何の木か分かりますか？フェニックスの木、大正解です。もうみんな知ってるんだね。このフェニックスの木は宮崎の象徴になっている木なんです。海沿いとかここにもたくさん植えられていると思うんだけど、その木、むーちゃんのてっぺんの木なんですよ。また、ありがとう。すごい、むーちゃんも大人気だね。よかったね。お尻は触んないよ。かくん、かくんすぐ後ろを狙ってきますから、皆さん気をつけてくださいね。そしてむーちゃん、女の子ということでね、とってもおしゃれさんなんです。みんなもすごい可愛い洋服着てるんだけど、むーちゃん今日青と白のしましまの T シャツを着てきました。でも他にもおしゃれさんなので、いろんな洋服を持っています。ピンク色の T シャツだったり、水色も持ってますね。あとお花柄とか、一番お気に入りなのがピンク色のチアリーダーのお洋服なんです。その時はね、お腹をチラッと腹チラを見せたり、チラ、今ダメだよ。またね、むーちゃんに会った時はお洋服もチェックしてみてください。むーちゃん元気な女の子です。よろしくお願いします。待ちに待ったカークだ、カークすごい呼んでるよ。カークン、シャキーン、ニワトリ、違う違う、カークン、カークン、ニワトリじゃないよ、ニワトリじゃないよ。何かわかる？お、チトリ、大正解です。すごいな、ニワトリという中から小さい声でチトリって声が聞こえました。そうなんです、カー君全身で自撮りのね格好をしているんですよ。ちゃんと頭のてっぺんには赤いトサカ、口には黄色いくちばし、両手には羽も生やして、ちゃんとズボンも履いてます。こうやってカー君自撮りが好きすぎて全身で着ちゃったんです。皆さん、お、自撮り、宮崎ブランドジトッコでも有名ですね。炭火焼きとかいっぱい食べてくださいね。カー君も大人気だ、よかったね。みんなあんまり手出すとね、踏んづけられるよ、気をつけて。俺が人気だって、カー君が一番人気だって、よかったね。ありがとう。こうやって宮崎県、頭のかぶり物で宮崎の PR をしながら全国各地を今飛び回っています。やったね、今日はすごいね、お友達がこんなに来てくれた。宮崎県の得意技ダンスって言いましたけど、みんな宮崎県のダンス、さっき一緒に踊ってくれて本当にありがとう。